これ終わったら何かするんすか2人は。俺この後ちょっと会議があるんであれですけど。何なんだこいつ。会議やって。何の会議やね。聞いた今ね。なんかね、うん、やだね。なんかそこせめてミーティングとか言ってほしいな、ね、じゃあの会議って言われたんだもんだって。なんか言いたかった感がすごいよな今のな、ね、なんか常日頃から言ってるやん。でタクシーとか乗ってお兄ちゃんどこ行くの、あ今これからちょっとスタジオでみたいなとか言いたいって言ってたやん。そういうノリで多分今一回口生唾ごっくんしてから言うたやろ。なんかさ私がさ歌ネタの収録に行くみたいな話をした時になんか神戸さんがなんかいいっすねみたいな、俺を収録とかなんか収録ってなんかめっちゃいいっすねみたいな、なんか芸能人みたいでかっこいいっすねみたいなさ、なんかめっちゃ言っててさ正直ちょっと息切ったやろ。ねえじゃあいじめんのやめなよ。黙っちゃったじゃんオタクくん。カイトさんごめんね、嘘だよ。ごめん嘘だよ。会議頑張れ。会議頑張んなね。頑張れ。今の2人の励まし方、うん、ごめんな会議頑張んなみたいな会議頑張んなみたいな。このチーム名嫌になってきたわ。マイベストフレンド。ウサギ組とかでもよかったかも、ね、僕は別にその男性の友達の中で一番仲いい人と女性で一番あの仲のいい友達でちょっとチームを今回組むっていうのであれだったんですけど、お二人のことを誘ってね、オタクの親友っていう、うん、チーム名で、でしかも MBF ってマイベストフレンドっていうねあれでやってたんですけど。ちょっとごめん。うざーい。ヤンピ大丈夫？うざい。ヤンピ大丈夫？あーうぜー。こいつらうぜー。マジでもう。なんなんこいつらもうほんまにやめてうざい。もうあーやばい。会議の人数聞く？ちなみに。2人。え、それ自分合わせてってこと？そう。会議の相手ギル君。知らない。ギル君？うん、ギル君と話すっていうのを会議まで消化してしまったってこと？早急に決めなきゃいけないことがあって後で会議っていうのが来たからギル君からね、大会終わったら後で会議ね。そうやな、会議そうだよね、会議って言われたから会議って言ったんだもんね。そうやね、うん、友達と話すことを会議っていうところまで消化させてね、それで会議っていうことによってなんかやめなよ、仕事をしてるから出るもんね。えごめん、ヤマピ、はい、泣いちゃうから神戸さん。おなんかやっちゃいました今。山下の住所を俺知ってるで。今からお前んちにデリヘル10人くらい呼んだろか。お前それはちょっと銀行行って下ろしてくるわ。断んないのかよ。ピザ頼もう。ピザ L サイズ10枚くらい。うん、 L サイズ10枚ピザ頼んで全部食え。